今回のテーマは人生や活動の理念です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回のゲストはですね、沖縄県名護市出身で理学療法士というリハビリスペシャリストとして医療に携わりながら、現在インスタグラムなどでさまざまな健康にもつわる情報を発信しながら、沖縄県民の健康意識の向上のため日々奮闘されている尾長恭平さんがゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の打ち合わせでもうゴリゴリに緊張してた大丈夫ですか？大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。いつものようにですね、最初このアンケートを送らせていただいて、それからですね自分の方で3つのポイントを出させていただきました。1つ目に健康、2つ目に YouTube、 3つ目に沖縄県民、そのポイントをまとめたラベリングとして沖縄を健康に導く健康博士、そういったことかなと思います。その理由としては尾長さんは現在沖縄県名護市で沖縄県民の健康意識向上のためインスタグラムでさまざまな有益な健康にまつわる情報を発信しながら、時に健康に悩む方のご相談に乗るなどの活動をされています。そんな尾長さんの思いの一つに、みんなが健康に興味を持ち不健康から抜け出してほしい、そういったものがあります。その思いの延長線上に、以前の自分のような不健康な経験をしてほしくない、そういう思いが込められているんじゃないかというふうに思いました。そんな尾長さん、まさに沖縄を健康に導く健康博士、そういうふうに感じこういうラベリングをさせていただきました。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございますはい、じゃあもう今日のメインテーマですね、人生活動理念に入っていきたいと思います。まずですね、早速尾長さんの理念を教えていただいていいですか？はい、不健康な沖縄県民にですね、健康に興味を持ってもらい、健康になっていただくことを理念として掲げております。はい、この理念なんですけども、それに至った経緯っていうのはどういったことがあるんですか？はい、経緯としましては、現在リハビリ職として病院で勤務を行う中で、増え続ける患者さんや退院しても再入院を繰り返す状況を見て、このままじゃ健康寿命はどんどん低下していくなと思ったため、そういう理念に至りました。わかります。自分ももともと病院に勤めてたので、もうこれは多分病院、このリハビリと関係なく、ドクター、ナース、介護士さん、その病院とか、そういう、いわゆる障害者の方であるとか、そういった方たちに携わる職種の方であれば、少なからず感じてる思いですよね。はい、感じてると思います。この人先月退院しなかったってやつのあるあるなんですあるあるです。なので、いろんな問題ありますよ、本当に。その地域の、その、なんていうんですかね、技術的なもん、マンパワーの問題とか、その中の一つの問題として、今、尾長さんが活動の中心に、なっている、その健康、そういったものがやっぱり一番大事ですよね、その意識ですよね。やっぱ多いですよね、この出戻り。はい、めちゃくちゃ多いです。翌日戻ってくるとかもあったりするのでマジっすよ。せっかく頑張って返したのにと思っても、そうで、やっぱり人間って、どんだけ筋肉もりもりの人でも、1週間とか、例えばずっと寝続けたらもう立てなくなるんですよ。もういろんな問題があるんですけど、立てなくなるので、例えば高齢者の方たちがインフルエンザとか風邪ひいたとか、そういったことでちょっと寝てるともう急に動けなくなって、家族みんなびっくりみたいな、だから例えばなんか天気が悪い日が続くとか、この梅雨時期、子供と高齢者も要注意なんですよ。高齢者と子供要注意なんですよ。すごい体調崩しやすいからってことですね。で、そんなことを、経緯としてあるということなんですけども、そんな尾長さんが中心になっている健康、尾長さんにとってこの健康っていうのはどんなものなんですか？健康は、人生を楽しむためにはもう欠かせないものかなっていうのがありまして、そう思った理由として、不健康で病院生活を送り続けて、もっと楽しく、楽しく人生を送れたはずだったのになという後悔をしてほしくないし、してほしくないので、そういうふうに健康と、健康はもう人生を楽しむために欠かせないものだなと思いました。確かにお金で本当に買えないですか？はい、そうですね。だって今も現代人の、自分も含めてですけど、
薬でどうにかなるって思い込んでますからね。薬は万能薬でも何でもないので、一時ちょっとごまかすぐらいのものなので、はい、でもう最終的には結局自分の体の免疫機能、もうこれ以外に何もないので、そこですよね、はい。その中のこの健康、はい、大事。で、じゃあその、いわゆる沖縄県民にやっぱ特化してるのは、自分 の、 この沖縄県民だからっていうところ思いがあるんですか？ああ、まあそうですね、まあそれもあってですね、うん、まあこの1995年にあの世界長寿地域宣言をした沖縄なんですけれども、うん、まあ、それで全国一、まあ、平均寿命が高い、うん、高くて有名だったんですけど、まあ、それから20年後ですね、2015年に、うん、まあ、男性が36位まで低下して、うん、女性は7位まで平均寿命が低下しているんですね、うん、まあ、そういった現状も知って、まあ、そうですね、健康に興味を持っていただきたいなと思って、うん、はい。え、これ47都道府県で37位なんですか？やば、そんなに落ちてるんですか？めちゃくちゃ落ちてるんです。やば、やばね、やばいね。でも女性は、まあ、一桁台、7位ではあるんですけど、まあ、ずっと1位を保ち続けてきたのにっていう状況であるので、まあね、あの他府県の方たちも多分意識高まってる部分も、うん、最近もね、今最近になってやっぱり、はい、まあ、コロナの影響とかいろんなものがあって、うん、やっぱこう健康意識ってどんどん高まってるじゃないですか、はい、でその中でやっぱどんどん追い抜かれてる、はい、そうなんですよね。かなりやばいです、うん、でやっぱあと一個ちょっとさっきの話になるんですけど、やっぱその小長さんの病院に勤めてる方はやっぱ感じるのが、健康寿命って一個のキーポイントだと思うんですよね、うん、そうですね、寿命だけ伸びてるっていうこともやっぱ多い、はい、要は寝たきり問題ですよね、はい、これ諸外国の中で日本も圧倒的に寝たきりが多いっていう問題、それが なぜかってことですよね、はい、ある時急にっていうのが多いし、うん、そこなんですよね、やっぱそれ現状見て何か思うとこあるんですか？なんかこう寝たきりの多さとか、やっぱ健康寿命、ね、はい、やっぱもう病院で働いていると、うん、寝たきりの方すごい多いので、うん、寝たきりになってしまう方、今自分が働いているところは回復期病棟って言って、うん、まあ、怪我したりとか、うん、まあ、脳梗塞になったりとかして、まあ、回復していく段階のリハビリに携わってるんですけど、うん、まあ、その携わってる中でもやっぱ回復しない患者さんっていうのもいるので、うん、まあ、そういった方たちが寝たきりになってしまう現状っていうのがあるので、うん、そうですね、もうそこはかなりまずい状況だなとは思います、うん、だから結局その寝たきりって聞くと、あ、もう大変っていう風になって、全体が木を見て森を見ずじゃないですけどなりがちなんですけど、その元々をたどっていくと結局その習慣病なんです ね、 そうですね、生活習慣病なんですよ、うん、結局そこになっていくっていうところがあって、まあ、そこにアプローチしたいっていうのが、うん、アプローチしてるのが小長さんだってことなんですよね。そうですね、結局、はい、本当に大元を立ちたいっていう、はい、そこなんですよね。でそんなですね、まあ、健康なんですけど、健康のメリット、はい、それをちょっとなんかお聞きしたいなと思うんですけど、あ、まあ、メリットたくさんあるかとは思うんですけれども、はい、まあ、4つだけ挙げさせていただくと、はい、まあ、出費の軽減、うん、病気になるリスクが減る、うん、人生の時間を減らさずに済む、うん、精神面の安定っていう4点のメリットがあると思うんですけれども、うん、まあ、一からちょっと順にお話しすると、うん、出費の軽減については、まあ、病気になると治療費 でしたり、通院代、うん、通院代だったり、まあ、入院費もまあ、かなりの金額が出費として出ていくので、うん、まあ、健康でいることでそういった出費の軽減につながるかと思います、うん、でまあ、2番目の病気になるリスクが減るというのは、まあ、まあ、そのままなんですけれども、まあ、健康でいるとリスクが減りますよということですね、うん、で3番目の人生の時間を減らさずに済むということは、まあ、病気になると入院して家族との時間を過ごせなくなったりとか、うん、大きな病気をすると寿命が縮むので人生の時間が減ることにつながるかと思います、うん、なので、まあ、健康でいると人生の時間を減らさないで、うん、済むことにつながるかと思います。で4番目の精神面の安定に関しては、うん、腸内環境が整うことで、まあ、セロトニンと呼ばれる幸せホルモンが多く分泌されるようになるんですね、うん、で、まあ、このセロトニンが出ることで気分の落ち込みだったりストレスに対応できる精神面の安定につながります。まあ、以上が私が
考える健康のメリットですね。はい、ありがとうございます。やっぱりね、この今話聞いてて もうどれだけ健康にしないっていうのがもう逆ですよね。逆のデメリットも倍以上多いと思うので、それを自ら放棄してることと一緒になるので、また明日以降のお話もっと具体的に聞いていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにということで、本日以上になります。はい、今回のゲスト尾長恭平さんへのご連絡先はインスタグラムで尾長沖縄健康、ひらがなで尾長沖縄、漢字で健康で検索お願いします。健康についての知識を挙げられています。 YouTube の概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。 See you!